じゃあ曲もそのままかけて、この間前やったみたいに曲もそのままかければいいんだよね。そうですね。はい、高松真理さん、今から収録バージョンです。あ、入ってる。ただ CM はないので、うん、CM のタイミングだけは1分取りましょうか。1分。はい、これヘッドホンでモニターできるの？そうですね、これでモニターができるんです。ボリュームちょっと上げましょう。はい、そういうわけで今からね、始まってるのは収録バージョンです。未来の放送ですので、ここで見たり聞いたりしたことは皆さんの内緒にしておいてください。はい、はい、そういうわけで始まりました、毎週金曜日ゴールデン曜日のゴールデンタイム、アニマー兄貴のレディスカバー沖縄、お送りするのは私アニマー兄貴と、はい、名指しスタントです。なんかみんなたまになれだよね、なんか3文字の三文字のね、名字でたまにね、呼ぶ人いるけどね。あれ、はい、あれ無視しようね、はい、あれね、はいうん。はい。はい、そういう感じでね。今日の一曲目は懐かしい曲でこちらのお届けしております。ユニコーンで大迷惑。どうした？録音ちゃんとできてるかなってちょっと心配になって。何？スタートを押したんですけど。あまりここで収録することないんで、僕不安でしょうがないです。なんだそりゃ。俺見方わかんないから、ちゃんと大丈夫ですね。大丈夫？大丈夫です。ちゃんと収録録音されてます。はい、それでは高松真理さん、シュープリームシュープリームさん、こんばんは。こんばんは。でその他の、ね、潜っている、ね、7名様も、ね、皆さん、ね、どん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 コメントくれればね、これ来週に流れますんでね、ここだけの話です、ここだけの話です、こんなにしか見していません、この秘密に関してはね。来週の話ですからね。はい、来週私これを放送してるときは多分ちょっとめっちゃコロナが流行してる、あそこに行くのかよみたいな、そんな感じになってますんでね。怖い。今まで伸ばしてきたんだけど、どうもやっぱりもう調整効かなくてさ、だって行かないとあれなんだよ、大変なのよ、大変なんですよ。本当に伸ばしてね、もう3月ぐらいからずっと伸ばしてきて、いろんなところの視察、本当に障害者の施設だとか、それから老人の施設のね、視察だとか、それ勉強会とか全部伸ばしてきて、たまりにたまってんですよ。この年内本当は出張3回とか4回行く予定だったのを、もう削ってきた、もう今までね伸ばしてきたから、もうそろそろ仕事にね支障が出てるんです。人が、ね、人のため、世のため、人のための仕事してるんでね、本当に皆さん、すいません、本当に大変な時に大変なところに行きますけど、遊びじゃございませんので、そのようにご了承していただけると幸いです。じゃあ14分ぐらいに CM タイムしようね。そうですね、うん、
そういうわけでね、お届けしました曲は、まあ、懐かしい曲でユニコーンのね、大迷惑という曲でした、この大迷惑さ、はい、これ聞くために俺傷つくんだよね。え、そうなんですか。すっげえ傷つくんだわ、はい、ちょうどね、俺がね、最初に結婚して最初に離婚した頃に、はい、ちょうどこの曲流行ってて、しかも離婚間際にその時の奥さんがこの曲大好きでしょっちゅう聴いてて、それで出てっちゃったもんだから、この曲聴いてさ、ほら3年2ヶ月の一人旅とか3年2ヶ月だったら戻ってくるかなと思って頑張ったら戻ってこなかったね。あ、悲しい。本人曰くちょっと5年経ったら一度会って、はいはい、何年かた2年経ったら3年とか4年とか5年経ったら一度会ってね、ちょっとなんていうのお話、うん、話し合ってまた将来のこと決めようねって言われてたのに全然なかったね。女性はすぐ厳しいね、人生ね、うん、すぐ消すって言いますからね。どうだったんだろうね、うん、よくわかんねんだけど、まあいろいろあってね、ここでは放送では言えませんのでね、そういうのは私のツイッターとか私の個人のツイキャスもありますんでね、うん、そちらの方で話します。私の個人のツイキャスこのノリで喋ってくれるのかなと思ってたまに来る人がいるんですけど、はい、みんな100人が100人番組と違うんですね。当たり前だろ。こんなハイテンションで家で喋ってたらやばいぞこんな人。僕もよく言われます。やばいよ、正直言うけどやばいよ、うん、たまにね、車運転しながらね、車載配信っていうのをねやってる時には、はい、たまにはこういうふうに喋る時もありますけど、でも基本的に誰かがね、うん、誰かと会話してないとやっぱりそういうふうに乗り良くは ねなかなかできないです。まあ今ね、この放送が流れてるときは、地上波で流れてるときは、私、ちょっと、あるところに、ちょっと出張に行ってまして、まぁ、あ、ちょっとこのね、またコロナが流行ってきそうなときにさ、はい、出かけたくないんだけど、もうちょっとね、介護とか福祉とか、そういうのに関わってる仕事なんで、もう行かないと、話が先に進まないんですよ。本当にもうずっとね、3月ぐらいからずっと伸ばしに伸ばして伸ばしに伸ばしに来て、ここまで伸ばしてきたんだけど、もうどうにも、もうこれはね、だって動かないと、自分が動かないと本当に困る人出てきちゃうんで、何十人とか、下手すると何百人単位まではいかないかもしれないけど、何十人単位でね困っちゃう人が出てきちゃうんで、まあ今回もね、いろんなっていうと何箇所か回るわけじゃないんですけど、まあ何箇所か行くけど、いろんな各地を回るわけではないです。ある特定の、ね、場所のね、ちょっと施設だとか、そういったところで見学というか視察に行って、はい、施設の視察に行って、そこで、その、なんていうかな、行政、うん、行政です、本当に、民間ではなくて、行政の方にから、いろいろこう、行政でこういうふうに、こういう、なんていうんだろうな、施設をこういうふうに運用してるんですよっていう、はい、それをね、お話をちょっと伺って、それをね、沖縄に持ち込んでねやろうと思ってるんで、沖縄にはちょっとね、そういうなんて言うんだろう、介護とか福祉のが集約されてて、ここに行けばいろんな情報が分かる、どこに行けばいいのか分かるっていうセンターがありそうでないんですよ。分かる？はい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 。例えば、どうしましたかって聞かれて、いや私は障害者で老人なんで、はい、こういう状態なんで、どこに行けばいいでしょう、どこに行けばいいでしょうっていう、どこに行けばいいでしょうじゃなくて、どうすればいいでしょうっていう質問に、そこでワンストップ、はい、ワンストップってのは他のところたらい回しとか、あっちの方行ってくださいっていうんじゃなくて、じゃあ分かりました、じゃあこういうふうに話し進めましょうかっていう施設っていうのがほぼほぼないんですよ。そうですね、大体、あ、じゃああそこを紹介しますか、こちら行ってみてくださいっていうのが多いですよね、うん、そう、例えばね、ちょっと精神的に今病んでるんで、うん、どうしたらいいだろうかっていうのに関しても、例えばそういう、まあ、サービスを受けられる手帳だとか、はい、それから障害者手帳だとか、持ってる人もいれば持ってない人もいる、それから今病院には行ってるんだけど経済的にとても苦しい状態にあってっていう人が、そういう精神的にもね、肉体的にもね、いろいろ疲弊している時に、
あっち行ったりこっち行ったりとかできると思いますって話なんだよ。うん、本当に沖縄の場合、例えば、そういうふうにサービス受けようとしたときにまず役所に行く。そうすると次にじゃあこういうとこ聞いて、役所の中でも例えば何かに行ってください、何かに行ってください、はい、お金のこと困ってたらどこどこ行ってください、うん、そういうサービス受けたかったらどこどこ行ってください。これが2つぐらいだったらともかく3つも4つもたらい回しにされてしまって、うん、非常に疲れてしまうどころか、はい、じゃあすいません、他になんか地域なんとかセンターとかありますんでそっちの方行ってくださいとか言われて、うん、いやそこまで行くのにね、例えば我が宜野湾市、はい、ね、我が宜野湾市を例にとって言いましょう。市役所あるよね、市役所、はい、ね、宜野湾市役所ってのは普天間からちょっと行ったところありますよね。ところがじゃあ保険センター、保険センター、うん、例えばそうだな、うん、子どもの育て方だとか、はい、いろんなものがあるし、そのなんていうかそう、うん、子どもの、うん、栄養だとか、はい、そういったものを相談するセンターがあるわけですよ。それがね、そういう支援センターみたいなのがあって、そこが、まあ、保健センターなんですけれども、その保健センターどこにあると思いますか。うん、近くにないと困りますよね。前原です。ええー、だからあそこまで歩いていくの行ってくださいって簡単に言われる。これね、簡単にさらっとね、地名だけ言われても分かんないかもしれないけど、はい、はっきり言います、はい、宜野湾市の端から端です正直端から端です。それからもっとすごいのが、男女共同の共同参画の話とかいろんなところでしてますけど、男女共同参画センター、はい、あるんですけれども宜野湾に、はい、どこにあるのかっていうとものすごく分かりにくいです、うん、しかも Google マップで検索すると、はい、どこに行くのか分からないっていう、どこら辺にあるのかって言ったら、中部商業の裏の、うん、高速道路、あれ沖縄高速と中小の間ぐらい、中部商業の間ぐらい、分かりづらいところですね、とっても。しかも細い道、一車線の、はい、片側一車線じゃなくて一車線しかない道を、はい、くね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 行って、途中看板もなくて T 字路があったりとかして、でこれですごいのが Google の、ま、Google マップのカーナビで行くと、はい、全然その、うん、建物のある裏側にある山の中のマンションに連れてかれちゃうの、はい、分かんないですよね、うん、だからたどり着けないんだよね。こういうのどうするかって話、例えば自分なんかは簡単ですよっていう話なんだよね。この例えばいろんな町でね、100円バスとかいろんなね、それから地域コミュニティバスっていうのを走らせてるけど、はい、このコミュニティバスとかいうのが残念ながらちょっと機能してないのは、うん、そういう施設をつなぐべきじゃない、まずは。そうですよね、そういうところに行く方の需要の方が多いはずですから、うん、それから市役所からそこに行く人、そこから市役所に行く人に関しては、はい、例えば窓口でチケットを渡して無料で乗れるようにしたりとかしないと、うん、これいくら沖縄が、ね、車社会だとはいえ、はい、その親子で来てる人とか障害者の方をあっちからあっち行ってくれ、あっち行ってくれって言っても、うん、果たして行けるでしょうかって話なのね。いやこれ本当思いますよ。僕も役所にちょっといろいろ申請いっぱいしないといけない時とかあったんで、うん、いや大変ですよ、はい、普通に元気のある人でも大変なことが多いのに。そうだよね、はい、じゃあこの辺で CM 入れますか。はい、じゃあ、はい、一旦 CM お願いいたします。というわけでここ今 CM 入ってます。測ってる？はい、測ってます。はい、今 CM 中です。なお駐車場はって感じですか。駐車場もないしっていうよりも、うん、例えば正直言います、そういうところに一番行く人ってどんな人なのかって考えたら、必ず免許持ってるし必ず車持ってる人なの、うん、違うよね。あと例えば宜野湾市の場合だったら、宜野湾の社会福祉協議会っていうのと宜野湾の、市役所が離れてます。車じゃないといけないです。正直フードバンクじゃなくてフードなんとかってあるよね、はい、うん、車で取りに行かなきゃいけないの知ってた家まで届けてくれるっていう NPO とかないから。10秒前です。はい、9出してね。はい、では5秒前。は
はい、そういうわけでね、後半行きたいと思います。まあ、ね、そういういろんなね、なんかこう距離的にねすごい問題があるとかいろいろあるんですけど、はい、あのこれ正直言います、宜野湾だけじゃないよね、うんうん、那覇とかでもそうだし、はい、那覇でもそう、すごい紛らわしいのが、女性なんとかセンターと男女共同参画センターが離れて全然よく分かんないとか、いろんなことあります。どこの市でもそんなことあると思いますけど、まあそういうのなるべく近いところにそういうの全部まとめましたっていうのが、まあ浦添じゃないかなっていう。浦添市は意外とね、そういうの集約されてるんですよ、市の市役所近辺に。やっぱりもともとこの都市計画っていうのがうまく機能してたかどうかっていう面もありますよね。まあ分散されててもね別にね構わないんだけど、はい、じゃあそれをつなぐ足一本でつなぐ交通網があるのかないのかってことね、はい、交通網がないでしょ全然。そこなんですよね。例えば宜野湾市役所から、はい、宜野湾市の市立の図書館に一本で行く方法ありますかっていう。いや、あそこはまだ330沿いだから、なんか330沿いに走ってるバス乗ればなんとかなるだろうってのあるんだけど、それでもかなり歩きますよね。もっと一番ひどいのが、じゃあ宜野湾市立博物館、宜野湾市立歴史博物館、市役所からここに行くには行けません。バスも乗り換えて3本とか乗り換えて意味のない乗り換えしないといけません。しかもなおかつそのと博物館の周りにはバス停も何にもないから、はい、とんでもないです。本当にだからこういう部分、ここをつなぐために例えば、はい、なんかコミュニティバスとかやってほしいよね。なのにどうしてかな、どうしてかな、俺よくわかんないんだ。あの電動アシスト自転車のさ、はい、なんかさ貸し出しやってますって言うんだけど、はい、あれもさなんか宜野湾の漁港とかさ、はい、なんかどっかのオートバイ屋さんのなんかとか、はい、それから何どっかの企業の駐車スペースのところとかにあって、はいはいはい、周り民家も何もないところに置いてあってさ、誰が使うのかなあれ。でその電動アシスト自転車みたいな、はい、電動自転車なのかな電動アシストなのかなよくわかんないけど、それよりはコミュニティバスの方が良くないか。ずっとぐるぐる回ってりゃいいだけだと思うよ俺。特に宜野湾は坂とかで分断ありますからね。そう坂とかあるし、何より真ん中に基地があるんだからよ。大回りしないといけないんですから。基地があってさ、だっていやひどいのがだってあれだよね、はい、大山あたりでもし火事があっても出動するときに全く基地を挟んで反対側にあるところからさ、あの消防署出なきゃいけないじゃん。そうなんですよね。大山あたりとかないんですかって。あるでしょ、海側に出張所があります、あります。益城の方にあるから結局遠いから全部。本当にそういう弊害があるんですよね、うん、ちょっとねこの辺はね調べてください。はい、よかったらね面白いです。宜野湾市ってものをねもうちょっと知ってもらうためには、うん、これねドーナツ状になってるところの、うん、ドーナツの南側には消防署だとか消防署の出張所が 1,2,3 個もあるのに北側にないです。1個もありません。どうなってんの。これすごいから、うん、あとドーナツの北側とドーナツの南側ね、小学校とか中学校を見てください。あのドーナツの南側には中学校も小学校もいっぱいあるんですけど、北側には1個ずつしかありませんほぼ。うん、これちょっと待ってくれよなって話ね。本当こういうのねちょっとねもっとあの議員さんとかね市議会議員とかで、ね、考えてもらいたいとこですよ。うんうん、ね、どうなの、謎アシスタントはさ、はい、まあ、地元育ちでしょ、一応そうです。小学校とか中学校さ、はい、なんか学区割とかもちょっとおかしくない。学区割、学区割ですか。学区割じゃなくて学区割、学区、ああ学区割ですね、うん、あはい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 、学区がさ、はい、どこどこの小学校はどこどこの中学とか言うんだけどさ、はい、例えばさ、大山とか伊佐とか、はい、みんな大山小学校なわけね、はい、で中学通うとなるとさ、うん、益城中になるんだよね。これ見たら分かるから、宜野湾市の端から端に通わなきゃいけないのよ。これどうすんのこれ。ほぼほぼ朝、はい、あれだよね、ほぼほぼ朝全員
車で来るよね、送り迎えでね。そうなんですよね。うん、で帰りは大体みんなバス乗って帰ってくる、はい、歩いて通ってる子いないいないいない、全然いない。歩いて帰ってたら33番のバイパスとかでもなんでもあれやばいよ、ね、熱中症とかで死んじゃうよ、本当に暑くて。まあそんな感じでね。ああそういうわけでね、ツイキャスのでコメントいただきました、どうもありがとうございます。シュープリームシュープリームさん、昨日のじゃないね、先週だね、うん、これ先週だね、先週のね、16時間の番組の高安さんに以前観光目線電動アシスト自転車のシェアサイクル設置をお願いしましたが、やはり難しいんですか。いやありますよ、電動アシスト自転車はありますよ。観光だって言ってるけど、はい、今言ったように一般企業の前とかなんか漁港だとか市役所の前とか、それからレンタルバイク屋さんかな、オートバイ屋さんかなんかの前にあるんで、はい、とっても分かりにくいだけです、うん。はい、僕も沖縄市とかすごく必要だと思うんですけどね、うん、だからああいう坂、沖縄って坂が結構あるんで、うん、どう活用するかで結局揉めて、なかなか前に進まない面が大きいんですよ、うん、大きいね、それ大きいし、はい、あとそれからやっぱりね、はい、メンテナンスの問題とか、うん、壊しちゃった時にどうやって、それをねピックアップするかっていうね、はい、出先でから帰れなくなった時のピックアップの方法だとか、はい、そういったものがよく見えてない、うんうん、ちょっとそういうところを分かるようにしてもらいたいっていうのと、うん、やっぱり観光目線でその設置するためには、はい、どっかのホテルが、例えばホテルの中にホテルの中とかどっかのホテルで2台、うん、どこどこのホテルで3台とか、うん、それで振り分けてもいいのかなとは思うんだけど、はい、それよりは正直言います、それよりはホテルだとかの観光っていうのがね、沖縄の場合とっても重要になるんだけど、はい、でもホテルとホテルの間、ね、ホテルと観光施設の間何で動いてるかって言ったら車でしょ。沖縄で一番足りないのは、はい、道の駅があるんだ、あっても道の駅の周りにホテルないの気がついた。ないですね、うん、はい、今やさ日本中さ道の駅だとか、はい、それから、PA パーキングエリア、パーキングエリア、サービスエリアの中に、はい、仮眠するだどころか、はい、ホテル立ってるぐらいだよね、うん、なんで沖縄それやんないの。確かに。あとだからホテルが何軒かあってこう共通の真ん中に例えば共通の部分が何か共有部分を作ってそこを道の駅化することによって、はい、このホテルとホテル内で行き来する、うん、そういうことができるようになってそういう歩いてする観光も沖縄でできるんだっていうことを示さないとダメだと思います。そこなんですよね。そこが全然できてない。でも歩いたら楽しいんですよ。そうするとその真ん中の部分がショッピングモール化すれば、はい、ショッピングモールでもいいしそれから屋台村でも何でもいいからそういうふうにすればいいんだけど、はい、それをホテル1個の単位でして単位で終わらせちゃうから長続きしないし動線も生まれません、うん、でそこの部分にそういう共有スペースがあってそこに車がどんどん来ることになってそれでもってホテルの、いろんな物産みたいなものを買えるとか、はい、ホテルのグッズとか買えるようにすれば道の駅に来た人もそのホテルに対して、うん、ね、ここはこういうとこなんじゃあ次に来たらここ泊まろうってことになるしそういうホテル同士の例えば恩納村とかだったらできるわけですよ、うん、そうねタイガービーチだとか、はいはいはい、あの辺とかムーンビーチだとか、ね、それのとこだとホテル詰まってるでしょ、はい、ホテルがなんていうのかりゆしアーバンリゾート那覇じゃなくてかりゆしなんとかとか昔あったじゃない、はい、タイガービーチの方だってね、ムーンビーチだってまあ忘れちゃったけどあの辺だったらホテルくっついてるから、うん、そのホテルから降りてきた階段のビーチとか行くところに途中にそういうセンター作って道の駅みたいなの作って、はい、その道の駅のところでダイビングショップとかの一大集落を作ればいいんですよ。うん、うん、でそれでホテルのダイビングショップとか沖縄の場合いつも皆さんねダイビングする方が内地から来た時にびっくりするのが、はい、恩納村とかのダイビングショップで一番びっくりなのバカにするわけじゃないですバカにするわけじゃなくて内地の方の本当に意見ダイビングショップ見て何一番びっくりする？道を渡るとかですか？道を渡るのもそうだし、はい、ごっぱち958号線走ったら分かんない958号線渡ると分かるけど、はい、全部グッズとか野ざらしで平気で外にダーンと置いてあってですね、うん、はい、それがだから例えばなんて言うんだろう、ボンベとか、はいはい、ああいったの無造作にガンガンガンと置いてあって見た目があんまり
綺麗じゃない、綺麗じゃない、綺麗じゃないのは別にいいんです、あの機材さえしっかりしてればいいんだから、うん、例えばでもそこでよく皆さん考えてほしいのは、だったらそういうふうに敷居が低い、あのこういうなんかなんていうかな、庶民的なショップがやってるんですよっていう見た目の写真でそういうダイビングショップって宣伝してますか？してないですね。してないですね、はい、すごいなんかイメージ綺麗な写真とか、はい、ものすごいなんかクルーザーとか持ってるかのような写真で実際に行くと、はい、っていう、はい、うん、例えばこういうのどんどん売りにしていいと思うんです。例えばこういうのね、あのうちはハイエースじゃなくて K の番使ってるんで安いんですとか、こういうの売りにしましょうよ。その方がイメージいいから、絶対的にですね、うん、だからそういうねイメージも、うん、それから、この車ね、屋根の上になんかタンクちっちゃいタンク積んでますよね、はい、これでいつでもシャワー浴びれるんですよ、こういうの売りにしましょうよ、うん、そういうのがみんなわからないから、ビーチにはシャワーがあるんじゃないかと思って、うん、沖縄のビーチってシャワーないの、あのアメリカ映画みたいに、アメリカの、ね、海岸みたいに無料のシャワーとかないの、はいはいはい、ないんですよ、うん、少なくともそういうのは、自分はアラハビーチだとかサンセットビーチだとか、サンセットビーチ前あったの知ってる、それ あったんですね、昔ありました、でも今なくなっちゃったんだよ、どうしちゃったんだろうね、うん、まあそういうのもあって、なんか屋内のねシャワー、屋外のシャワーが欲しいんですよ、はい、いちいち、ね、脱いだりとか、はい、中に入ってお金払うんじゃなくて、ね、砂がついたからバッと流せるようなね、はい、そんな感じでございました。今日はねちょっとねいろいろね、観光に関してのねいろんな話をねしてみました。そういう感じでね、今日じゃあ、エンディングこちらの方でお届けしたいと思います。トライセラトップスで3スキャンダルズ、そのままカウントダウン合わせでお願いします。アラハのシャワー綺麗だけど屋内なんだよね、屋、うん、それじゃなくて屋外の、例えば水着じゃなくてタンクトップと短パンでこう運動してる人がうわーってびちょびちょになってもいいから、もう浴びたいやって人が浴びれるようなの、それからスコールで浴びちゃって、やっぱ雨と違うから、うん、水はね、普通の水は雨で濡れちゃったからちょっと長そうだとか、そういうシャワー欲しいです、うん、ダイビングショップのそうなんだよ、あれね非常にね、すごいイメージ悪いんですよ、あれ内地から来た人はびっくりする、うん、かといっておしゃれなダイビングショップってのは高そうだから敬遠するんです、実を言うと。はい、そういうわけでね、今週もお届けしましたアニマ兄貴のレイデスカーボ沖縄、謎アシスタントはまた来週もお願いできると思うんだけども、はい、そういうわけで、また来週まで、またのーさよなら、はい、時間過ぎた、ちょっとオーバーしちゃいました、どうやって途中で切っといて、はい、さっきの曲の途中で切っといていいよ、これでちょっと短縮しましょう。はい、でそういうわけでまた来週、お疲れ様でした。また来週じゃなくて、この番組で言うとまた今週。違う、来週だね。来週聞くと、サイマルラジオで聞く、リスンラジオで聞くとこれ聞けますから。音楽入れでね。じゃあ止めます。はい、はい、スピンビシュピンビさん、高松麻衣さん、どうもありがとうございます。他の方も皆さんどうもありがとうございました。また来週、それでは。